<laughs> いいですい <laughs> 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 ません,すみません時間がないんだから、はい、早くして <laughs> <私> <laughs> さあ今回はなんとこの歌姫露崎はるみに登場していただきました皆さん盛大な拍手を <laughs> ありがとうございます。もうやばいやばい。はるみさんが来るとね、あの全然仕事がはかどらない。ちょっとどういう意味？もう面白すぎて話がそれってそれって。いやいやいや、これでもものすごいサクサクやろうと思って今日ね参ったんですけど。あ、ありがとうございます。違った。お呼びいただいて。あ、わちゃわちゃしてました。さあどうでしたか？いやあのね、もう一発撮りじゃないですか。そうなんですよ。あのえもうちょっともうちょっとレコーディングチックななんかほらね。 パンチインとかさそういうことがあるのかなとはないっていう、うん、すごいもう緊張の夏ですよもう本当に冬ですけどいやまあそうなんですよね <laughs>、うん、い,いいですかすごいですね一発撮りやらせてもらっちゃったんですけど、ね、はいだから、うん、でもねなん 歌いました。今日ね、3回ぐらいは歌いましたね。あの割と少ない方ですよ。実は。え、本当に？え、あの稲水りんは0回以上歌って帰りましたから。うん、<laughs> え、じゃあ歌いたいけど、でもどんどん声が枯れていくっていう。いや、この曲はそうなのよ。私今回実はこれ初めて歌ったんですよ。あ、すごいですね。意外と持ち曲かと思いきや、なんか持ち曲じゃなくて、でガチで今回初めて練習したじゃないですか。めちゃくちゃ難しい。はい、あの。 ね、ホイットニーが、あのー、えぐい、えぐいし。彼女的に軽がる、軽がる、軽がると歌ってるから、<う>歌えるんじゃないかと思うと。そう、あれっていうね。そう、なんかね、何が難しかったって、はい、メロディーラインが意外と。うん、あの、とりとめがないって言ったら失礼なんですけど。<ー>割と、あの、割と単調なん。だから。単調って言ったらいいかんな。もともと、はだから、チャカカーンが歌っていた。じゃないですか。はい,はいはいはい。ね、だから、あの、チャカカーンが。 ファンクって根がキャンクっていうかそこですよでじ,ゃないじゃないですかそこだと思いますそうなんですよだから結構なんていうのかなあのえっとなんていうのかなインストロニ メロディーライン自体がちょっとあ、そそうう歌う模様の要理じゃないというかそうだからんかワンコードではないんだけどでもワンコード的なアプローチでしょだから青こっち行くか青こう行くかみたいな割とその喉のストレッチとの戦いっていうか確かにだからね結構ね難しくてあのすごい練習したんですけどちょっとうまく歌えたかわかんないです。 どうなんでしょうねこれど,どうやって歌ってたんですかこの曲はなんかほら、うん、私あんまり歌えなくてはるみさんに一回あのインスタしたじゃないですか ジメッセージなんかあんまり上手に歌えなくてちょっと <laughs> やばいですとか言って<や>ホイットニーを聴きすぎましたとか言ったじゃないですかあそうそうそしたらなんか、うん、もうホイットニーは忘れてくださいって来たから <laughs> <う>なるほどそうかと思ってうん、うん、それでちょっと切り替えたんですよなんか私,の私はね、うん、もう本当になんかこの曲が流行った時に中学生か高校生ぐらいだったんだけれどもあの完全にコピーをしてやると思ってやってたタイプなんですよだからあのそれがもう しつついちゃってるんですよね。ね彼女のホイットニーの歌い方とかが、だからそれをあの応うと後で自分の首を絞めるということに <laughs> <laughs> あのね段々こうほらなんか消化されて分かってくるわけですよね。はいはい、だからあそこは目指しちゃいけないよって言って、<laughs> そうそうそう。でもねやっぱりこびりついてるからでそこにいけない自分をなんかああとかなんか思ったりしちゃうよね未だに。いやでもうね,こ<れ>ね YouTube の怖いとこですよ。 怖い。あのこんなことずっとやってるんだね。もうね,ね 2>, 2年ぐらいやってるんですけど。い,いやいやありがとうございます。もう本当に<え>今日参加していただいてい、ね、あのとっても嬉しいなと思っております。ありがとうございます。えっ、ー、とはいありがとうございます。はい、さあ2024年始まったばっかりですけど、はい、今年はなんかこういう一年にするとかあるんですか？え今年はそうですね。なんかまあ本当に自分の好きなことをね。 あの追求していくっていうのが、あのー、その人のやっぱり持ち味だと思うんで他人事みたいに喋ってますけど <laughs> 自分のこととしてねっやっぱりそこをなんかこう追求していこうかなっていうふうに思っていまして。うんうん 私そうそうあのねはるみさんのライブにね参加していただくんですその私のね好きを追求しすぎてね誰もね知らない曲をばかりやるっていうライブがね3回目なんですけど最近インストライブでライブの告知用にカーク・フランクリンのカバーしてたじゃないですかシンガー4人であれめちゃくちゃかっこいいんですけど嬉嬉ししいいやっぱりねシンガー4人もステージに乗ってるようなライブってすごい贅沢なんですよ。 そ,うねね、それをもう軽々しくやってしまう多分軽々しかないんだろうけどでもさあ<の>それをやっぱやりたいじゃないですか、うん、シンガー4人とかシンガー5人とか絶対シンガーだからあのめちゃくちゃやりたいんですよ、はい、だけどねいろんなほら事情でさできなかったりとかさみんな忙しかったりとかっていうのもあるんだけれどもだからそういう形で私がね本当にもうあのー。 やっているライブにあのもう本当にねこの素晴らしいいい歌を歌うねマルさんに本当にあの彼女もそのねこのチャンネルであのー、ライブあの YouTube のそのカバーをねうん、うん、やってるのを私はみあのねなんか再開したんだよねちょっとこの間あのあそうライブでねそうそう,そうルーアライブでルンヤのライブ見に行った時に再開して久々にで、はい、カバーやってるんですよって言うからそれでさこのチャンネル見たら素晴らしいじゃないですか見てくださっててそうなのだからこもう速攻次の日ですよ 見てあ次の日じゃないその日だ見てそう来た時におっしゃってくださったそのだから前の日の違うカバーやってるのへえ YouTube へえなんて言って次の日の朝私は見たんですよでもその昼には連絡してましたからそうで、その瞬間にも誘いましたからはるみさんもうちのチャンネル来てくださいそしたらうちのチャンネルにだからええなんいや私あの時実はかわしーさんね音作ってくださってるかわしーさんに「カワシーさん私実は今日はるみさんに会うんですよ」っつって「YouTube 誘っていいですか?」って言って。 は<で>るみさん出てほしかったのこのチャンネルになんだそれいや,もうやっぱあのソウルディーバといえば露きはるみじゃないですかいやあらかじめちょっとあの声かけたいんだけど<の>いいかなって言ってあやばいねはるみさんがまさか来てくれたらすごいねって言ってたんですよえでそれであの時ライブでお会いしたから、うん、あのちょっとあじゃあもう今日声かけようと思って声かけさせていただいたんですよでもライブの時何も言ってなかったよあの時だってすぐ帰ったじゃないですか <laughs> 私腰痛くなっちゃって帰っちゃってすい <laughs> <laughs> もうベテランなんでね、<laughs> あの腰とか痛くなっちゃうんですよ。そう、まあでもそのね <laughs> そ<う>、<laughs> その時に自然の流れであのみみあの曲良かったって言ってちょうどそのそうなのなんかもうあんまりほらライブのな内容に触れちゃうから言えないんだけど、けどいいけどちょっとその絡みの話もあって話がスムーズに進んだんですという,ような、うん、なで。あ、でもじゃあさこれだけ言っていいかな。うんうん、だからもう私すごいまるちゃんのあのソウルね。 なんかやっぱりジャズとかソウルというイメージがね皆さんあると思うんだけど、うん、私彼女は本当に幅広い歌が歌える人だということをこの YouTube チャンネルを見て知ったんですよ。あこんな幅広いねクラシック的な発声とかもねできる人なんだっていうのを見て、うん、やりたい曲があると思って私も新たなアイディアを、ね、いただいてまたそれ挑戦したいなと思っている曲があるもてぜひ本当に。ということで。はい 日本が誇るスーパーディーバー梅崎晴美そのままお返しします噛まずに言えましたイエイ <laughs> 登場していただきましたありがとうございましたありがとうございました